ネイマールが FC バルセロナに所属していた当時、同選手はレアルマドリードの選手たちにとって宿敵であった。しかし、ネイマールはすでにバルサの選手ではなく、現在はパリ・サンジェルマン、PSG、でプレーしている。すると興味深いことにマドリーのロッカールームでのネイマールに対する意見は急激に変わり、宿敵どころかむしろ敬意とともに歓迎ムードにさえなっている。ジャーナリストがマドリーの選手たちにチームにネイマールが欲しいか聞くと、その答えはみんな同じ方向に向かっている。まずはじめにセルヒオ・ラモスは、バルサから直接マドリーに加入する。よりも、一度 PSG を経由した方がネイマールにとって楽だろう。もしネイマールが12月に加入したいというのであれば両手を広げて歓迎するよ、と語っている。同じようにブラジル代表で共にプレーするカセミロも、ネイマールはスター選手だ。彼は素晴らしい選手であり、マドリーはいつでも歓迎するよ。彼が来てくれることを願うけど、彼は今は自身のクラブで幸せそうだね、と発言している。そして、ダニ・セバージョスも同じように、最高の選手たちはマドリーにいるべきだ。そして、ネイマールはその一人だね。もし、キャプテンがそう言うなら、自分も歓迎するよ、と述べている。怪我の多いベールとそのパフォーマンスが疑問視されるベンゼマでは、BBC 派も、はや存在しないも同然であり、マドリーはネイマール獲得を夢見ているだろう。うん、スポーツ。